まあ、古書とは何かというふうに説明するときに、はい、まあ、長年熟成されたあのものを寝かせたものを寝かせれば味が変わってくる、それがうまみが増してくるというような話をしたら、まあ、ちょっと空手に似てるところがあるねというふうに